谷明日。谷明日とは、中国の三国時代、呉で、法王元年に建てられた、地元管理の谷明の母妃、石文は一時、谷明を祀った病に安置されていたが、後に移されて、北にある徒歩の病に収められているという。被葬者である谷明は生死に記録がないが、碑文によれば、字を、義崎と言い,い、没年から逆算すると、建安案十三年に、 慶応軍の雷洋に生まれた、呉に士官し、中央と地方で勤めた後、旧馬軍の大使となり、前世を敷いた。しかし、法王元年4月に病により死去した。詳細は、谷明を、参照顕法の詳しい経緯は不明であるが、その遺体は、生まれ故郷、雷洋に運ばれ、埋葬の際にこの石踏みが建てられることになったと、見られる。これが、谷明日である。 谷明日の全体増費文は会所に告示した書体で1行24時、全18行。日学には本文と同じ会所帳の書体で、クレコ又ま国府君の日と記されている。石文の状態は極めて良いが、拓本を見ると真滅した文字がある時期から復活するなど、後から復刻した形跡があり、事実信頼の同行11年に、県令が石文を回収したとの記録がある。このため、 国された当時の姿のままではないと考えられている。内容は、被葬者、谷明の系譜を語った後、生前の業績を記し、最後に算をつけるという典型的な墓碑鳴、母子名のスタイルを取る。書風については、一見すると解書に見えるが、現在では完全な解書ではなく前代の霊書の影響が強く見られる書体とされ、その書体史上の解釈については、 諸説あって定説がない。また、異体字の極めて多い石踏みでもある。この石踏みはすでに、北総大から知られており、多くの宅本集に収録されていた。しかし、一般的に知られるようになったのは、新大に、交渉学が発達し、金石学の研究が始まってからである。研究での争点は、同飛の書体に関することに集中している。この時期は、 霊書から会書への移り変わりがあった時期であったが、相次ぐ戦乱のために書籍の残存が極めて悪く、移行の経緯がほとんど不明な状態であった。このため、同時代の石踏みは、すべて一度は移行期を反映する石踏みとしての研究の洗礼を受けることになったのである。この石踏みも、やはり霊書と会書の中間的書体であることから、一旦は過渡期の日という見方になった。 その中で、霊所寄りであるか会所寄りであるかも、争点となり、元代からそれほど、遠くない時代なので霊所寄りである。霊所にしては、会書の匂いが強いので会所寄りであると、綱引き状態になった。後に、過渡期の日とする見方は、同時代の会書の書籍が大量に発見され、この時期すでに会書が成立していたことが証明された、ことから、時代こそ、 中間的だが過渡期を反映したものではないという結論になった。しかし、それでも、冷所よりか解消よりかの問題は残されてしまい、今も決着を見ていない。ありがとうございます。